どうも、ナオチンです。ドラクエモンスターズ3やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日は最強のタンクの作り方をやっていきます。対戦でタンクがいると、結構戦略の幅が広がっていいんですよね。まだ作ってないっていう方は、ぜひ作ってみてください。今日紹介するタンクはこちら。ゴールデンスライムですね。使ってる人は多いと思います。能力がカンストすると、こんな感じになります。まあ、とにかく、能力値が高いんですよね。このゴールデンスライム。ゴールデンスライムの特性は、この3つになります。メタルボディ、秘めたる力、くじけぬ心。メタルボディで、ダメージが3分の1になって、で、3ラウンド目から、強くなる。まあ、これはあんまりいらないんですけども、くじけぬ心。たまに生き残るんですけども、意外と発動します。で、理想的なスキルですけども、今はこれでいいと思います。守護神、ウルトラガード、スーパーガードですね。守護神ですけども、使うのは大体これです。身代わり。で、プラスで、癒しの雨と光の波動。これをたまに使うぐらいですかね。大体は身代わりだけで OK だと思います。で、ウルトラガード。これで、水、そして血、氷結が、とても強くなって無効化することができるようになります。で、スーパーガードでは火、電撃、光を無効化します。これで6属性を完全に無効化することができるんですけども、それ以外の属性、風と爆発と闇はダメージを若干受けるんですよね。で、今ね、闇属性がちょっと増えてきてるので、もっと増えるっていうのであれば、スーパーガードを抜いて、ミラクルガードを入れるといいと思います。まあ、電撃には弱くなって、光の番人には、ちょっと弱くなるんだけども、まあ、闇属性には強くなるので、まあ、その時の状況次第で、スーパーガード、ウルトラガード、ミラクルガード、これを付け替えていくといいと思います。はい。そして、耐性ですけども、火、水、血、氷結、電撃、光、闇が回復になってます。無効化できてますね。でも、闇が、アクセサリーによって一時的に上げてるだけなので、数値を見ますと、闇だけ110。ダメージは受けます。まあ、若干なりとも軽減はできるんですけどもね。で、こんな感じで耐性を積んでますけども、弱いのもあります。それが、眠りと休み。ですね。このメタル系は、妨害系にめちゃくちゃ弱いんですよ。特に休みと眠り。これには弱い。ブレイクを入れられると、もうほぼほぼ決まってしまいますので、それはね、もう諦めた方がいいです。うん。そこを無理に上げるのではなくって、耐性の方を無敵のやつを作っていった方が、強みが出るんだと思います。まあ、強みは、いろんな耐性を無効化できるっていうところで、弱みは、休み、眠り。まあ、とにかく、状態異常ですね。それには弱くって、さらに、会心の一撃にも弱いです。はい。まあ、こんな感じですね。そして、ゴールデンスライムの育成方法ですけども、ちょっと難しいです。守備力と素早さと賢さ。これがね、かなり高めに設定されて、普通のモンスターと掛け合わせても、ちょっとね、カンストできないんですよ。なので、メタル系と合わせてあげるといいです。ある程度育成したメタル系とゴールデンスライムを合わせると、かなり高い水準までいけますので、そこまでやって、種を使ってカンストさせるといいと思います。はい。ということで今日は最強のゴールデンスライムの作り方をやっていきました。とにかく耐性を積んでください。弱点はそんなに上げなくていいです。もう上げたとしても食らってしまいますので、もう強みを活かしていきましょう。で、耐性はその時に、使ってる人が多い耐性を入れるようにしてください。今は、雷と氷と血、それが多いので、これでいいと思うんですけども、そのうちね、闇が多くなりそうなんですよ。なので、ちょっと闇の耐性を入れるような感じになってくるかもしれません。その時次第でやっていきましょう。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。